皆さんおめでとうございます。ああの今年は非常にねあの世界が明るくなる年でありまして大体、まあ、選挙が世界中で行われるというねでこれはおそらく全部保守が勝つんじゃないかと思ってます。で,これはあのですからこれ、まあ、一つはもちろん中国の凋落が激しくてまあ どう見てもそ,その生き残れないっていうことがねもうどのジャ,ジャンルでもはっきりしてます。であの特にですねあのこれ前の前ノーベル平和科学賞っていうのがねまあ一つは日本にはあのノーベル賞が一つも取れなかったっていうこともちょっとある種の危機的なところがあるんですけどこれは、まあ、あのいくらでも改善できるんですけどもそのノーベル科学賞の方 がですねあの、はっきり言ってるんですよ中国はもうこういうノーベル賞を取ることは不可能だとはっきり言ってるんですね。でこれはどういうことかっていうとまああのこ,れをこの談話をお聞きになった方はお分かりあのご存知と思うんですけれども結局その学問よりも政治が先行しちゃうとねもうこれはダメなんだということを、まあ、はっきり言っておられるわけですね。 ででかこの方はあ,の、まあ、あえて名前も言いませんけれども一般論としてですねあの日本の北,北大にもおられたしれからまああの中国にもおられて、まあ、そういういろんな科学をね科学の、まあ、研究をなさっているってこという方が、まあ、あってですねその体験から言われているわけですね。 ですから、ね、皆さんがまあこの中国っていうのはあたかも経済的なですねあれだけ伸長したということだけではなくて何か学問がありそうだとかねそれからまるで特許をたくさん取ったからもう相当のこう技術を持ってるとこれ全部嘘だったこれ、ね、だから特許を取ったけれどもそれ実現できないそれからあの結局そういうこと自体が。 実態がないということをねほぼ,ほぼこの先生がまあ見抜いていらっしゃるわけだねでねこのことがですねやっぱりあの社会主義というものが結局学問も生まないしですねそれからあの結局それによって基づくですねこのあらゆる技術的な問題あるいは核,核兵器 あるいはそういう軍事的な問題も結局自分一人ではできない中国自体ではできないということをねはっきりこう認識できる状態が今現れているということなんですね。ですからあの問題はですねやはりそういう国家を少なくとも70年。 1948年からに国ができましたからねそれをずっと許容しまたそれに期待してきたという人々ですねでまあ確かにインベスティゲーションっていうかそこにあの批評を下ろせば工場はできるとで工場にですね安い労働力 のまあ、中国人を集めてです、ね、でこうしろこうしろということだけを言えるという、まあ、そういうことがあったにせよですねそれをこう全部をその一つの,のインストゥルメントっていうか全体のそういう恒常化してですねそしてそれをファンクションするっていうかそういうこと自体の全体が出来上がらないできる。 作ることがですからまあこういうこれがですね、まあ、社会主義の実態であったということが今まあ明らかにされてるつ,つあるわけですねですからあそこにもうこのいわゆる国際金融が入らない限りは何一つできないというそういう実態が出てくるということですね。こ、まあ、あのこののとはもうその <laughs> ノベル科学賞を捉えた方がはっきり体験からおっしゃっているわけでそしてまたね日本のこともちょっとおっしゃっ言ってるのはですね日本は団体ではできるけど個人ではなかなか難しいというようなこともちょっと視唆的におっしゃっていたわけですねで結局ですね全体の学問っていう ことはもう普遍的に見えますし私自身もですね西洋に行ってそのまあ勉強してきたわけですけどまあ10年ぐらいこう行ったり来たりしてですねだから日本人は可能だと私ははっきり確実に思っているわけですけれどもしかしある点においてはですねこの特に文化系の問題あるいは宗教を含めたですね こう文化系の学問というのはねおそらくこうあの中西洋とその、まあ、対立はしてもですね協調はできないだろうなという感じは僕はっきり持っているわけです。でこれはあのもちろんキリスト教という問題があるわけですけれどもあの結局その辺の 文化系がです、ね、はっきり言って世界的レベルっていう人は一人もいないっていうことになってるんです今はね小説はいますよ小説とかね詩人とか、まあ、そういうことはあるんですけどもあるんですけど人文学の方面で日本の学者がジュあのユーノーベル賞を取ることはおそらく不可能だろうなという感じは持ってるんです。 でそれはどういうことかっていうと対象が西洋学であればですねこれはもう、まあ、彼らの論理とねの範疇に入らないと結論がですね間違ってしまうんですと彼らは認識するだろうというね。でこれは私は私ね、だからあの… まあ最近もこ,のこういう本を出してですねあるいはあの道徳の本も出しているし「自然道」っていう本をまあ英語でも出しているんですけどそれから日本の美術史なんかもですねみんな英語も出しているしイタリア語も出している。でそれを聞いているとですね基本的にまあつまり日本の文化をまずは彼ら知らないんですよ。 で、とい,いうのは何かというと完全に優越感がありますからね。ですから西洋の範疇で入ってくる範囲でしかおそらくですね彼らは認めないわけですよで。今皆さんがね、西洋人が日本に入ってくる人って何を言ってるかというと日本は大変モラルがあるとそして人々は非常に情が細かいとそしてあの 非常にその、まあ、自分たちのことを考えてくれる。全部自分たちの利益だけのことで言ってるんですよね。そして、それに対してですね。宗教は何かということは、ほとんど言ってないですね。あの、まあ、もちろんだから、インタビューなんていうのは、まあ。あの、簡単なレベルでやってるからですね。当然そうでしょうけど、深いところは、まあ、問わないんでしょうけども。やはり。 そんなああいう YouTube のインタビューでは必要ないんですけども日本に来て京都に行きどこに行き歴史に入っているくせにですね神社仏閣についてほとんど深くあの理解しようとしている人いないとまあただこれはもう場合あのそういう方は別にねインタビューにあの引っかかってこないんでしょうけれども。 そしてですねやはりその辺の問題が深くやっている現代の学者日本学者っていうのを見てアメリカもそうですしフランスもそうですしねあのだいたいそういうレベルでは大体いいこの前の私はヘブライあのイスラエルの学会に行きましてね招かれていって。 いろんんな方と、ともうほとんど英語でやってるんですね。ですから英語をこう読めばもう日本語学はわかるというような、そしてだいたいアメリカの,その日本語学が中心でそれで引っ張られてるわけです。しかし意外にですねアメリカの人たちも、まあ、皆さんが周りにいるアメリカ人がペラ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 ,ペラ,ペラ日本語をしゃべるということを が相当深く日本語を知ってるんだろうなと思わせるという声があるんですけど、実を言うとアメリカの日本学も非常にレベルが低いですよ。で、まあ政治的なことは言うけれどもですね、結局内在的な文化に関してはもちろん知ってる方は知ってるんですけど、例えば源氏物語なんかをね深読みしている方もいるんでしょうけども。 まあ,あの原文のあ物語」は確かにねあの3冊も4冊も各国訳ができて,できてますしかし大体基本的にはウェリーのね英語訳からをしっかりとやんよ読んでそしてまあその上で各国のねあの国語にしてるという感じを私は否めないですねまあ誰それと言いませんけれども。 ですからね日本学をやってる人は海外にはほととんんどいないいいな言ってもいいんですよで今回ですねこの問題をやってですねこれはあの、まあ、これ6す出てですねでこの本はあの全然新聞にも広告がないし書評もない雑誌にも書評がないそういうことをねよくあの見ながらそれでも6 つりですよでこの担当者ワニブックスの担当者もねこういう新聞もこんなん出ない雑誌もこんなん出ないのにこんなに売れたの初めてだって言ってるんですねこれ6釣りですからねですからねそれそういうことは何かっていうとこの YouTube がいいてるんだっていうこの茂木さんも出てるし私もねこの学会を常に YouTube でやってるんですよ。 でそれがその聞く方が非常に広まっていて各地に行くと YouTube の田中先生っていう YouTube とはくっついてくるわけですね。つまり東北大学のアンテナなんて誰も知らなくても YouTube で知ってるわけですよ。でそういうことを聞くとですねやっぱり YouTube の力が非常に大きいしこうやって。 人間としてて語るっていう面がでは画面でで出てくるんですねですからかなり真剣にこの線が学者はやってるっていうかどうかはねまあそ,そんなことは別に自信持つ必要は私持ってるはいないんですけれども私自身が非常に真剣でやってるからねだから何がこれが本当なのかどうかっていうことをきちっとやらないといけないし日本人とは何かをね説いていかなければね 語気なんていうのは強くなりませんよそれだけアイデンティティがないとね学問なんてできないわけですそれからそれをな長く続けることはできない大体にあの日本の学者は人文学者もそうですけど大大学を辞辞めめると大体辞めちゃうんですよでそういう傾向の人が多いのはそれは式じゃないからそれにアイデンティティがかかってないからなんですよ。 東大でもです、ね、やってる時は非常に東大教授って名前がいっぱい出てきてあのもうテレビでもですね新聞でも言ってますよ、ね、いかにもあの京都大学の先生なんて言ってねところがそれやめあの大学やめちゃうとほとんどその面にあれがなくなっちゃうんですつまり大学の名前でしかなかった先生の面構えが。 大学の名前取れちゃうと一人の人間すぎないとなるとねでそこが YouTube の面白いところなんですね。YouTube っていうのはやっぱりそういうところをこう見ることができるこの先生が本気かどうかっていうのは分かるわけですねまあそういうことをあ,のあれなんですけどもいずれにしてもね、まあ、そういうことと同時にやっぱり日本,日本の,あの人文学っていうのを。 これからですね、本当に日本というのは何かをね世界の人が知らなくちゃいけないわけでねそうするとキリスト教と対,対抗する何かっていうことは神道あるいはまあ神仏集合でもいいですけどそういうことをしっかりとやっていかないといけないわけでねそれをやってる人っているかっていうとほとんどいないですよ。で今はもう アカデミズムにはほとんどいないなですよね。ですからアカデミズムでいなければ一体誰が研究するかっていうことになるアカデミーというのは結局国家の補助を受けてもう国家で予算をもらってもう5,000万ももらってやるわけですからね。でそれだけ真剣にやらざるをえないそういう人たちが何いるかっていうことですよ。そうするとそういう人たちは全部はヨーロッパの学問の真似してるそれを翻訳しているマルクスもそうですけどマルクスをやる。 翻訳いち早く翻訳してる人が一番早くですね大学の,あの一番大きな顔をできるというような全くだらない学問なんですね。ですからそういうことになってしまうと駄目なんでやはりあの日本というものは何かを一生懸命やるということをや,ってやることをやほとんどないんですいないんです人文学で。 今までの明治以降だってかなりですね柳田国男だって森脊忍だってどっかやっぱり西洋の学問をこうちょっとあれしてるわけでね平泉航先生だってそうだったんですよね。まあ、これに一つ一つあの語るとねそれぞれのまあ論が出てきますけれども論を必要としますけれどもやはりそういうところでね 初めてやはり日本の学問をしっかりと出してこれが日本の学問ですよとそしてそれが神道とかね仏教をどう見てるかっていうことをでそれこそがね日本に1%もキリスト教がいないということにでもかかわらず世界一モラルがあるっていうことをねこれはあの言えない。 ことになってしまうんですよもしそれがねできなければ。で私はこういう本を出してるんです日本人が知らない日本の道徳というね、まあ、ほとんど皆さん読んだことがないというか関心ないでしょうけども日本の自然道というものつまり神道だけをね紹介しても駄目なんですよ。やっぱり神道によって立つ日本人のあり方っていうことがね 今の日本人の世界唯一残っている道徳の国つまり一番犯罪率の少ない国もう夜歩いても安全な国日本しかないってみんな言ってるわけですねでそのことのよって立す考え方は何かっていうことはねまあここにあるように自然にマグマまあ育まれた 宗教というものがあるということねそしてそして、まあ、そ,それこそがですねやっぱり、まあ、日本にある宗教がこの厳然として今ですね神仏あの量合わせても万16万もあるわけねでそういうことと外国人に驚く日本語の力 日本語ですよ皆さんがしゃべってる日本語によって支えられるですね日本人の思想があるわけですねでまあこのこともねあのここに第2章に書いてあるんです第3章にですねこの人類史も証明するこの自然道ですね自然というものがこれほど豊かでこれほどですね 人々を包み込むつまり神以上に包み込む何かがあるんですよあるいは神以上に耐えることができるという信頼感を持つ何者かっていうものこれがあるわけですね。でこの自然道というものをね我々はし,しっかりとあのそして自然道っていうのもこの、まあ、皆さんまあ大部分の人は老い,老いを、ね、感じてらっしゃるだろうと思うんですけども。 この老いというものもまた自然道の一つであるということね。でこういうこの年長年功序列というものとそれからねまあこれはあのもう一つはあの和を持ってた動物、十七条憲法ですね。でこういう存在がもうすでに7世紀初めに出てるっていうことでね。 そしてもちろん皇室というね道理があるわけこれは道理的な存在なんですよ決して歴史的存在じゃないんですよね道理的存在だからあるんですよでそういうふうに人々は納得しているから誰も文句言わないこの,このことをね西洋人が理解できないと日本人がなぜこれだけねあの犯罪率が少ないかとか 道徳があるかとかと、ね、人,人に思いやる心があるかっていうのは分かるわけです。まあそれがですね武士帳に反映したりあのしますけれどもねあれしかし十七条憲法というものがもう七世紀にできてるということのねあの面白さってそれ以前の世界も これはもちろん縄文精神として残っているわけですけどまあそれはいまだ今ね我々がどんどん明らかに新発見をしていくわけですがそして同時にですね西洋の宗教を理解しようとする気持ちもあるということですから決して彼らが異民族だあるいはキリスト教徒を誰も排絶しようとしてない 誰もその今教会をね立てることを決してあのやめろなんて言う人もいない宗教対立がないんですよでこのことも一体どういうことなのかっていうことをねあのそれでいてそういう宗教がずっと入ってきたにもかかわらず日本に根付かないということこれこそが本当の真理じゃないですか。 でそれれをね調べてくれないとダメなんです西洋人がねところが西洋人はそれを調べる能力がないというのは日本語が難しすぎるということもありますけれども今の西洋人はねまあこれを今聞いてる人 YouTube の人は多いから言いますけどね入ろうとしないんですよ西洋人がね。だからその日本人化すると同時にですねやはり日本人のそういう 資質というのは何かということをね、できるだけ理解して初めて日本人と同化していくわけです。で、私の今度の今日の授業の2番目はユダヤ人がそれを最初にやったと言ってんです。で、このことの例が大事だということを言ってるわけです。しかし、その入り込むまでに相当のコンフリクトがあったということをね、まあ言ってるのがこの本なんです。 だから5段階にわたって来てるっててて来るうことね。しかしこの一番最悪のというか最悪のというとあれですけどね結局西洋人の一番ある種の原型ですよだってキリスト教も彼らが作ったしイスラム教も作ったしですねユダヤ教も作ったユダヤ人のが日本に来て日本化してしまう同化してしまったというのは何か それこそが今日本にやってくる西洋人が知らなくちゃいけないことなんです。つまりこんなに西洋人の一番根底のですね個人主義を持っている才能のあるノ、ね、ーベル賞はもう4人に1人はユ,あのユダヤ人だと誇っている。で なんか AI なあの頭脳が一番高いと誇っているこの人たちが日本に同化しちゃったっていうことはどういうことなんですかでこのことを知ることがねやはり世界の平和っていうかこれからの西欧のあるいは世界のですね生きるべき一つの道を示していることなんですよ。ですから やはりね、あの今イスラエルの問題もあるしですね、あらゆるウクライナのドエトーリはユダヤ人ですよ全部ユダヤ問題が絡んでるんですよ。でそういうところで日本人は苦闘していたんですよ、ある時まではしかし見事に彼らを同化してしまって日本の活力にしそして今は日本の一番道徳が高いというところまで彼らを貢献させてるんですよ。 それがいいんだとやっぱりねそれこそは結局尊徳のね行き着くところは誠実さだとそんな嘘つく、ね、嘘ついて商売するようなねことじゃあったら駄目だということをねあの日本が言ってるわけですよだからそこのところもね日本人がまたもう一度あの考えなくちゃいけないということなんでまあ,あのこの日本人が知らない日本道徳とですね それれから、ごずりになったこれとです、ね、読むということまあこれは別にあの許容するわけじゃないんですけれどまあ少なくとも私が得た経験はですねそこにあると思うんで、まあ、これからもですね日本国史学会がまあこうやはり、まあ、このお日本のですね、まあ、ある種の思想的なまあ,あ リーダーダとしてですねやる、まあ、そういう覚悟でね皆さんもあの勉強していただきたいと思いますそれからあの小堀先生がですね本当に、まあ、90歳になられてですねあの方にね文化勲章がないってのおかしいじゃないですかあれだけですね日本の思想を西洋と比べてですね ちゃんんと価値があるんだって言っておられる方はいないんですよところが何か分かんないような人がいっぱいですね文化庫集をもらいたい何とか勲章をもらっている国からもらっているのね。で国っていうのがですね一番大事なわけですから国に対して貢献した人っていうのは何かっていうことはやはりそういうこの人文学でですねしっかりと捉えないと。 今一番日本がですね注目されているこの日本の道徳とそして人文学ねこれこそが一番重要なことなんで小栗先生なんていうのはやはり一番それがふさわしい方だと思うんですよね。これはもう決してあのそういう団体じゃなくて個人でもねあ,のあれをあの賞っていうのはもらえるんですよ。ですから 別に団体ででやない必要もないんでね皆さんも積極的にその勲章のあれこれあのなんかもらえるのはみんな,なんか中立的なというかねあの左翼ばっかしだとかというようなことにならないようにですねこれもう一つ皆さんもね考えていくと言えると思うんですよ。だって90歳で本当に打撲を 受けられると昨日電話したんですけどね非常に明るい声はされているんでもう本当に全開したら一緒またお会いしましょうって言ったんですけどやっぱりちょっとねあの不安ですから、まあ、そういうところもねあの、まあ、皆さん老、まあ、いということがいかにねあの人間を人間を一番光らせるんですよ。何かと,と死ぬしか残ってないですから。 だからやるべきことがたくさんあるわけでねそういう方をねやっぱり大事にしなくちゃいけないだろうと思いますねまあそういうことでじゃあ今年も皆さんと共にやりたいと思います。どううもありがとうございました、うんうん